今日お越しいただいたのは松井グリさんです。はい、松井グリです。どうですか、今日来てる。いや、もう緊張しかしてないです。こんなパチ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 ってね、パチパチ音はそうだけど、語ったらもう2000匹が死んでますよ。ダメだろ、緊張してますか。絡まり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 しちゃってます。僕はもうお相撲大好きでずっと来たかったんですね。で、池部屋チャンネルさんがスタートしたということで、ぜひ一発目のコラボをさせてください。いや、本当ですよ、筆下ろしですよね。そうですね、行ってみたらそうですね。行ってみたらそうです。あんまカメラも悪くないですけど、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。今日どんなことを体験して、ちょっともう、センスながらね、マシつけさせていただいて、行ってみたら、私も格闘家で、ボディービルダーの、そうですね、もうそれはね、はい、それは足つけてね、はい、20飛び。いや、20飛びなんですけど、相撲か、相撲か、すみません。ちょっと、すみません、本当に。ちょっとね、ぜひやらせていただければ、本当にそうですね。思いますので。一日よろしくお願いします。お願いします。
裏手だよ、裏手だよ、はずきなんか胸じゃねえじゃん、いざらせろ、優秀だけど伸ばしてもらって怖いじゃん、これで温めるOh!
大丈夫、足かけられる。初めての力士の方と組ませていただいたんですけど、もう想像してた100倍ぐらい厚みがあって力強くて、もう本当にすごいいい経験ができましたね、うん、久しぶりですよ、もう大人になって背中に土がつくことなんかないですから、はい、あ、そうですね、すごいいい経験です、本当、はい、もう本当に来られた方の中でもう2人とも一番強かったですね、小林さんもすごいやっぱプッシュ強くて、うん、もう本当に姉さん、あの体幹すごい強かったですね。稽古してる途中に回し前と降りてきたらダメですよ。そうなんですか。いやいやいや、もう出てました。いや関根さんが気になっちゃってね、今日は稽古できません。初恋みたいな。初恋みたいな。いや、もうみんな目奪われる。ね、本当ですか、本当ですか。稽古場の空気変わりました。本当ですか。皆さんこう動いてる時のね、その、なんだろう、こう脂肪があるわけなのにもかかわらず、こう筋肉のね、表情が分かるというか、それはもう職業柄、こうやっぱ足がすごい太いとか、ケツがでかいとか、それが迫力がすごい、一般の普通のトレーニングの仕方じゃああなんないですもん。そうですね、そうですね。で、当たってこられたらね、俺多分、あの、4年ぐらい寝たきりって。我々マッスルグリルっていう YouTube チャンネルやらせていただいてるんですけれども、そちらの方でも、木瀬部屋さんで稽古させていただいたっていう動画をアップしてますので、ぜひ概要欄からですかね、はい、ご覧いただければと思います。今日はありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。妹と弟に誕生日プレゼントでマグカップもらったやつをこれでいつもコーヒー飲んでます。鍋完成しました。マッスルグリルさん、うちの部屋のちゃんこ鍋堪能してください。みんな優しいですね、本当に。うん、うん、おいしい。早い方は15歳とかで入れるんですか。うわ、手がでかい。壊れるんじゃないですか。壊れますね、これは。さっ、うわ、うわ、おう。Oh!